はい、撮ってます。はい、撮ってる。はい、撮ってますよ。シュレーゲルアオガエルですね。はい、結局特徴はどこなんだ、この光彩の、光彩が黄色いのがシュレーゲルってことでいいのかな。アマガエルとシュレーゲルアオガエルです。比較ですね。はい、動画ですね。動画です。やっぱり頭のサイズから何からいろいろ違いますね。あ、ちょ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 、色味も違いますね。ね、色味も、まあ、これがどの程度個体差なのかわかんないけど、まあ、だいぶでも確かに質感というか、うん、あー、シュレーゲルアオガエルでございます。こいつも綺麗だな。なんすかこの風みたいなの入ってんの、綺麗っすね。こいつがね、あのコロロロロロロみたいな声で鳴くカエルですね。ほら、うわ綺麗、何この星空みたいな、こんな模様もあるんですね。いい顔してるね。アマガエルと違ってね、あの目の前後を通る黒いラインがありませんね。こんな感じでございます。白いね、のっぺり白いね。お、なんか止まったね、動かない、動かなくなりました。覆面はこんな感じでございます。その境目ってどんな感じになってる、境目、背中と、あ、いいねいいね、あ、そんな感じね。失礼、なるほどね、なるほど、そんな感じですか。はい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 、うわ綺麗な子だね。いや綺麗だな。 OK、 動かなくなりましたね、ひっくり返したら。